MC 染め頼んで。ノーマスク。入ってました。ゲストだから。うん。OK でーす。あ、大丈夫です。はい、お願いします。あ、かわいいかわいい。かわいい。かわいいチェックは大丈夫。かわいいチェックは大丈夫でした。よかった。そんな目で見るの？真顔。はい。21人切りインタビュー、今回のゲストは伊深勝彦くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊深勝彦です。カッチさん、はい、この前反省してたよねちょっとね、しちゃったね。ね、うん、びっくりしたよ。そうね、うん、ごめんね、驚かして。いや内容的には驚いてないと思うけど、内容的にはもう知ってたことだから、知ってたことだからさ、うん、あれだけど、まあ、今後さ、一緒に作品を作る上でいろんなちょっと爆弾落としてしまった。いや、そんなことないよ。もしかしたらこのヨシテルのチケットにも左右するんじゃないかと気合いしてた部分はあったから。そんなことないでしょ。だから染ちゃんね、うん、いやね、座長じゃない今回。そうなんですよ。だからさ、なんか変に泥を塗ってはいけないと思って。いやいやいや、いや僕でも芝居の時はちゃんとね、おね封印する気持ちではやるよ気持ち？そう、それを今日伝えようと思って。あ、なるほどね。まあ、出ちゃったらしょうがないなぐらい。そう、出ちゃったのは、出ちゃったのはしょうがないじゃん。だけど、まあ、一応ね、役としてはちゃんとね、うん、やるよって、染ちゃんをちゃんとサポートするよっていう気持ちを今日、ちゃんと伝えようと思って。いやいや、もう本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。唯一のためかな。そうだね。うん。カッチにはちょっと心開きやすいんだよね。え、まだ開いてないの逆に。ね、ちょっと待って。開いてない。ソメちゃんと出会ってもう何年経つのよ。3年ぐらいじゃない。まあ、存在をお互い知ったのはさ、でもさ、もう5年前とかよ。あ、そうだよね。5、6年前から、まあ、一応顔見知り程度、うん、で、まあ、ちゃんと共演して仲良くなったのはここ3だけど、結構ソメちゃんは仲良くなってると思ってるよ。いや、仲良くても心開いてるよ。カッチの前でもうオープンマインドよ。いやいやいや、いや本当？うん。で一緒にご飯とか行ったもんね、二人で。行った行った、二人でご飯。サムギョプサったよね。サムギョプサ食べに行ったんだ。ね、行った行った。懐かしいね。うん、だから僕は結構サメちゃんから開いてくれてると思ってたけど、今のなんかタメだから心を開いていけると思うみたいな。いや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 、まだ実は開いてませんかみたいな。開いて開いて、お前は俺の何知ってるんだみたいな感じで来た頃開いて、開きやすいってこと、もう感じに。そうね、そうね、うん、これからね、この先もね、この先もそうよ。だからもっと頼りにしてどんどん開いてほしくね。よろしくお願いします。このシリーズさ、うん、この、まあ、第1弾の丸刈りが第2弾の幻の城、歴ためライブで、今回の第3弾健康食品よしてるって、うん、全部皆勤賞なの。俺とカッチと石井ちゃんと樹里さんだけかな、うん、あ、そうだね、うん、意外と。そうだね。そうなんだよ。そう考えるとうちは初期面じゃん。初期面だね言うてるね初期面だからさ、うん、この作品にかける思いもやっぱり熱いわけじゃない、うん、そうだね。だからなんかいい意味でなんかなんて言うんだろうな、そのこの作品ならではの良さとか、このシリーズならではの良さっていうのをなんか継続していきたいっていうか、引き継いでいきたいなっていうのはすごいあるから、うんうん、それは今回ね、まあ、染ちゃんが雑長っていうのも、もう感慨深いわけ。なんで？なんで最初のさ、マルガリータの4人のさ、うん、から始まって、ケイちゃんが主演、ヒロキ君が主演、染ちゃん主演と来たじゃない。もう次は？いや、違う待って、待ってってことじゃない。お姉部長いや、お姉部長いる？いや、歴史し、あさ、歴史ってさ、奥深いじゃん、調べてみたらさ、いるかもよ、そういう部署が。ね、お姉部署で家崩しやったら、ここに立つしかないもんね。いや、あるかもしれない。嘘でしょ、うん、時代は時代といえどもさ。まあ、だから、それはもう本当にあれだけども、だから、僕は本当に染ちゃん同い年っていうのもあるし、染ちゃんがすごい作品に対して真面目なのも知ってるし、もうなんていうの、このシリーズにかける思いが熱いのも知ってるし、何よりもキャストみんなのことを思う気持ちがすごい熱いっていうのは感じてるから、逆に染ちゃんが今回その座長で、うん、やっぱり EX シアター六本木で健康将軍やりますっていうのはさ、なんか染ちゃん真面目だから、うん、いろいろなんか背負いすぎちゃうんじゃないかなと思って。いや、もう実はすごく背負ってしまっていて、最初お話しいただいた時は、うん、やっぱ俺が座長だからもうしっかりしなきゃって思ってたんだけど、うん、もう本当にこの出てるキャストすごくみんないい人じゃない、家族のような感じじゃない、うん、
みんなからそのなんか頑張りすぎないでいいんだよって気張りしすぎないでいいんだよって言ってもらって今すごく肩の荷が下りて、うん、でも価値みたいなそのための同年代の俳優もいてこうやって言葉かけてくれるのやっぱこのシリーズすごいいいなと思う。もう全然僕なんてね、トメちゃんにできることなんて全然何もないけどさ。いやいやいや、もう見てくれるだけでいいんだよ、カッチョ。いやいやいや、ちょっとできてるみたいになっちゃう、やばいやばいやばい。それはそれでありです。いや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 、タイプじゃないタイプじゃないし。でもカッチョはほら、こういう仲じゃない、うん、俺の話はいいよ、カッチョの話をいやいやいや、全然ね。カッチョはさ、各系各系各系役ですね、各系弟。そう、僕ね、ソメさんの弟役兄弟役を演じさせていただきます。よしてるのね、うん、弟、うん、ソメちゃんを、ソメちゃんをって言ったら、うん、ヨシテルを裏切って、うん、後に足利義昭として将軍につく、最後の将軍、足利氏最後の将軍につくっていう役なんで、うん、でもね、ビジュアル見た方は分かると思うんですけど、お坊さんなんですよね。そうだね、っていう名前もあるので、うん、だからお坊さん役じゃない。そうだね。僕だから最初さ、すっごい坊主になるのかなって思ってすっごいソルカカツラカ。そう、ソルカカツラカで、うん、でもカツラは僕さ、なんかドン・キホーテのパーティーグッズみたいな坊主しか被ったことないし。え、それはあるんだね、カツラカ。どういうシチュエーションよ、あれ被るってあるんだけど、だから最初それで、あ、坊さんってやったことないと思って、うん、ちょっとさ、わかんない、今のイメージで言うと、坊さんってなんかあんまり俗っぽいものを好まないみたいなさ、うん、イメージあるじゃない。もうなんか欲とかも捨てみたいな。あ、そうだね、そういうイメージあるね、精進料理とかね、うん、私にできるのかと思って果たしてできるの。いや、もう本当に私はもう本当邪念にまみれた人間腹黒い、腹黒い。でも今回役柄が腹黒い、腹黒いからもうぴったりなんです。いや、ちょっと待って、それはおかしい。今の段階で思ったあれおかしいな、こんな純白な子にこんなやつやらせるみたいな純白の子は自分のこと純白だ何にも染まってないこの世界でって思ったのにそれもね、うん、キャスティングね、ザマさんのね、何かあるのかなと思って。そうだね、うん、まあ、イブカがそういう腹黒いっていうよりかは、まあ、ちょっと一皮向けてそういう役もやれよみたいな、うん、あれなのかなっていう思いもあるのかなって。いや、ぴったりだよって言って。ちょっと待ってちょっと待ってよおかしな話、これ以上のキャスティングはないって言ってたそう、相当腹黒いんでしょでもカッチの格系楽しみだよ。第3でもね、うん、大成功を収めたよね。まずは前編だね。そうだね、はい、で僕もうあれからもうそんなに経つのかっていう。誰から？マルガリータのさ、2年、2年経つわけでしょ、うん、早いね、歳月が過ぎるというのは。老けたね、お互いね。老けたよ、あの時もう長崎スタートとかさ、行ってたじゃない。行ったね、まあ一緒には行ってない、ね、一緒には行ってないけど、うん、共有してさ、いろいろさ、やってたじゃない。やってたね。なんか、人ってね変わるね。死ぬの？老けたね。老けたよね。老けたよね。思うけど、でもこうして、そのね、うん、でもあの時も言ってたじゃない。毎年この作品をシリーズにして、やっていけたらいいね。またこの現場で会えたらいいねっていう風に話してたのが、うん、こうやって現実に叶ってるわけじゃない。そうだね。だから、それはすごい嬉しいし、なんかお互いに頑張ってきてよかったなって思える瞬間でも、あるから、ね、逆に毎年こうやってシリーズでやっていくから、うん、その時にお互いやっぱ成長してたいなっていうふうにも思うし、うん、キャストみんなで、あ、このカンパニー成長 してるなってお客さんにもら見てもらえるような作品にしたいなと思うし、一人一人もそうやって集まってきたらいいなって思うので、うん、だから私はね、まあ、前編まず頑張りたいなっていう、うん、そうだね、思います。こう今まで培ってきたものはもうこれにぶつける勢いでね、一緒に頑張ろう、うん、そしていつでも染ちゃん支えるから倒れかけたら、倒れかけたらもう後ろでこうやって、いや、もう嬉しいな、すごい頼りになるな、よろしくね、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、今回のゲストは伊吹勝彦くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。人間としてね、なんか素直になった最近、これのおかげで。どういうこと？なんかね、素直になって肩の力が抜けてね、うん、楽しくなった。楽になったと。うん。一緒だね。うん。一緒だね。
世代ですよね。俺らは知ってたけどさ、改めてさ、これやるってさ、ユキいたでしょ。もうね、震えたよね。なんか2回震えて、やっぱ収録の時も緊張するし、うん、何より放送日の前がさ、緊張して、うん、僕それこそね、今後先の仕事がね、決まってるから、うん、そこにね、話してもらうのも、ね、作品によってはさ、そのまあ、もしかしたら話がなしになったりするかもしれないと思ったらさ、うん、すごい怖かったわけ、うん、この先ね、もう本当に働き口がなくなったらどうしようぐらいに思ってたけど、うん、もう本当に温かい気持ちで受け入れてもらって本当に感謝してます、うん、こうして仕事できる喜びをまた改めて知りましたよ。いやもうカッチのそれ人柄でしょ、それは。カッチが言えないやつだったらもうピッチ。ああそうだね、うん、う本当ですか。もうカッチの人柄だよ、それは。もう私は私で、もうこのままカッチのこと嫌いな人なんていないもんね、すごいよ、うん、いやいやいや、そんなことないよ。いやいや、わかんないよ。カッチのこと好きな人しかいないからね、うん、いやいや、僕はもうますます染めたり、いろんな意味で好きになってもらえるように頑張りたいなっていうふうにいろんな意味でってやばい。ちょっと意味審査が増してくるんですよ。カッチ、稽古場で俺を癒してね。伊深和彦、打ち取ったり